今度は何でしょう。はい、これ私島崎さんですね、うん、あの人間ゴキブリゾロで、あんたそんなもんばっかりじゃないですか。すいませんぜ、あんたライオンとゴキブリだったらばっかりじゃない。一般道路にですね、粘着性のある板をあの設置しまして、で、まあ、通行人用のね、あのそのあのテープに引っ掛けて、まあ、いたずらですね、脅かそうじゃないかなという、そう、まあ、単純っていうのは単純。元気が出るテレビがお送りするドッキリ企画。今回は道路上にベニヤ板を設置、その上に強力粘着テープを貼る。何も知らない通行人は工事現場と思ってやってきてくっついてしまう。その名も人間ゴキブリゾロゾロ。すごいな、このセット。これをこうして、外して、すか、見てください、私の顔こんなに変わるぐらいに、なかなか外れ。痩せたいい男じゃないか。ないと。すごいですね。この上を歩いていくんです。一体どうなるんでしょう。これは楽しみですね。女子中学生でしょうか、2人連れです。なんか恋の相談でもしてるんでしょうか。さあ、テープのところに差し掛かった。テープ差し掛かった。こっちから取れた。おっとおっと、どうしたのか。なにこれ、なにこれ、なにこれ、私のままでは足りません。おっと、バリバリ、すごい、バリ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 。なんと、足から足から、人間というのは知恵があるもん。粘着テープのところに来た。おっと、おっ、おっと、落としてしまった。大事な買い物かごを落としてしまった。あら、大根、大根が見えます。大根がべっとり。かごは出てくる。大根はどうなるんでしょうか。大根が、今夜のおかずが取れない。お母さん、申し訳ございません。管理者です。おっと、どうなるんでしょうか。考えはどうなるんでしょうか。重くなった、動かない。おっと、後ろから、後ろから少年が押してるわ。動かない、立ち往生。何これ。おっと、男が降りた。おっと、降りたら今度は足がまた引っ付いちゃった。後ろ引っ張ろうとしてるわ。三輪車ごとこけてしまいました。颯爽としていながら、颯爽としていながら、あ、それは少年が倒れてしまいました。僕のお姉ちゃんが倒れるので、足の方なんか気まずい雰囲気が流れております。さらに今が全然動きません。顔を見せようともしません。何も知らずに歩いてきたぞ。さあ、粘着テープの方、見ての通りですね、夜もすっかりですね、来てしまいました。夜はですね、パターンを変えてですね、ちょっとやってみたいと思います。うわー、立ちバカよね、おバカさんよね。さあ、どうどう、成功成功、今日も成功。これはおかしい。悪いなぁ。悪いよ。ね。あの後ろからわーって悪いね。あれだ、あれ倒れるのかな、ね。絶対倒れます、ね。夜中にもっと強烈な、夜中は置いといて、あぐる日見に行ったらいろんなもん引っかかってたから。変な強盗のおじさんかなんかこうやって捕まえてる。これ変なカラスさんの風呂敷持ってこんな吹いて。そういうのもしいですね。俺は知らない、俺は出るさって。ね、仕掛けのようで、仕掛けで、ね、泥棒のおじさんが捕まったりじゃん。ジャイアント馬場さんなんかいたら笑うとかってなんかそれやこの野郎。なかなかね、はい、人間ゴキブリドロドロの大会が終わりました。